も綺麗。旅する足。はい、せーの、14カ国目。ブダペストに到着いたしました。こんにちは、旅する足です。スロバキアの首都ブラチスラバからバスで2時間半、やってきたのはハンガリーの首都ブダペスト。世界陸上がやっているということを聞いてやってまいりました。7カ国に囲まれた内陸国ハンガリー、国土は日本の1/4、人口は神奈川県より少し多い966万人、通貨はフォリント、公用語はハンガリー語。ブダペストにはドナウ川を挟んで国会議事堂やブダ城があり、この美しい街並みはドナウの真珠と称えられ世界遺産に登録されています。また治安もよく、2019年のヨーロッパ旅行先ランキングでは数ある都市の中で1位を獲得しています。ちなみに前回の動画で言ったブラチスラバは9位でした。それではブダペスト編スタート。駅が広くて綺麗だね。ハンガリーすごい綺麗。電車がここかわいい。ほら顔見たい。かわいい。あ、シロシンちゃんの。本日ですね、世界陸上の、お、待って、これあれじゃん、これじゃん、イタリアのやつ、違う、何これ。え、これがあの煙突なんとかって言ったやつ。これが煙突ケーキ、うん、すごい。食べる？お、今度食べようぜ。本当？200円ぐらい食べたい、うん、今ご飯食べるんだ、その今度あった。おんで、これ何、これポストじゃん。え、かわいい。何これ、ポストだよね、多分ポストな気がするけど。盆栽ハンガリー、もう忙しい。はい、で今から、今日がですね、世界陸上の 100m×4 の 400m リレーの決勝がございます。それがブダペスト時間だと夜の9時40分ぐらいなんですけど、それをチケットは取れなかったのでスポーツバーで見ようということで町の方に繰り出していきます。その前にハンガリー料理を食べに行きます。絶対マラソン用じゃん、ね、夜よね。キフォーザーキフォーザーデージャなんだね。すごい、そういう感じなんだね。モリモリだね。てか豆グリーンピースなんですけど。豆グリーンピース、お前がライス食いって言ってたんだぞ。食えよちゃんと。いただきます。グヤーシュ、パプリカパウダーで牛肉と野菜を煮込んだ料理。ウィキペディアによると最も代表的なハンガリー料理で、日本でいう味噌汁のような存在だとか。パプリカーシュチルケ、こちらもパプリカパウダーで鶏肉を煮込み、サワークリームを加えた料理。農場の年老いた鶏を使い切るために生まれた料理だとか。こっちも美味しい。豆ご飯美味しい。これ美味しい。グリーンピース食える？食べれるわ。ね、ピーちゃんグリーンピース美味しいって、豆ご飯美味しいって。うん、豆ご飯美味しい。豆うまっ。よかったでしょ。豆ご飯って知ってたら俺豆ご飯してたわ、多分。お疲れ様でした。水たまりも走ってたぞ。すごい静まり返ってる、ね、飲み屋街を歩いてみましたが、僕は違うの、もしかして世界陸上で盛り上がってる様子は一切ありませんでした。もっとあれかな、会場近くに行ったりするとするといいんかな。あってなったりしてるのかな、うん、そうなんでしょう。
こんなちっちゃい子もいいんだ。こちらがブダペスト中央広場でございます。うん、ちょっと人多いね。土曜日の9時前多いね。うん、いっぱいいるわ。しかもお店が結構やってるっていう。いや、ちょっと想像以上に綺麗ですよ。人たちだけにやってるのかな。なんかお客さんの目の前なんですけど。すごい、でも足だったら言いにくいけど。やりにくいよね。すごい。あ、こっちも。名前そうだらけ。右見れば名前そうで、左見ればあれはお城、夜景が見れて、クルーズもあって素敵ですね。すごいね。ていうかさ、宇陀城、ここ、トラム、ここ通るのすごいいいね。あ、いいね。トラムで通りたいね、クルーズ船がめちゃくちゃ長い。少しです。ここまで1時間以上歩きっぱなしですけど、疲れ取れますか？取れません。あれ、あ、美しいですけど、疲れとは別物です、こちらは。ただ非常に美しくて、今日来てよかったなとは思います。歩いた甲斐ありましたね。はい。1時間以上歩きっぱなしで、水も底をつき、この国会議事堂の前で僕らはもう力尽きそうでございますよ。お店も何もやってないし、最後まで最後まで死んだ。え、最後まで違う、とにかく何それ、違うよ。最後24時間テレビの、あ、負けないで。いや、そんな分からんて。分かってよ。この時にそれしかない。負けないで、もうもう少し、最後まで走って。ちょっと恥ずかしいって、ジロジロ見られるんですよ。でしょうね。それではそろそろ9時45分ぐらいになるので、48分でも48分も、はい、結果発表。はーい、 4×100、 じゃじゃん。リレー惜しかったなって書いてあるってことは、ん？何ですかこれ。あ、5位だって。5位か。あ、惜しいね。5位か。ちなみに1位は？分からん。アメリカ。アメリカ、イタリア、ジャマイカだって。あ、そうなんだ。うん、あー、残念。お、5位か、惜しいね。2本買っちゃいました。これとこちらのあれ。やばい。うまい？うまい？うまい。スイカ？いや、スイカじゃないの？ちょっとチェリーっぽい味するんだけど、不思議な。うまい。じゃあ、せーの、おやすみなさい。おやすみなさい。旅よし。白の粉ぐらいついとってほしいけど、粉砂糖。これどうやって焼いてるんでしょう。でも甘いでしょ。どうやって焼いてんだろう、マジで。発酵させて。タイゲルバン。まだあったかい。たまに。
ただきます。うん、うまいですか。うん、おいしい。かわいいよね。うん、かわいい。なんか空洞なの。まぶしい。うん、うまい。ほんのりシナモン。うん、うん。これさ、もともとこう作るときにさ、うん、1本かな、細長いのを巻きつけて作るそうそうそう、だから食べるときに分かれててさ、うん、食べやすい。うん、な、螺旋状になっとるんよな。うん、そうだ、そうだマクドナルド、やばくね。うん、すごい綺麗。上に見て、カプチーノ。へぇ、カフェラテってこと。10回チケット買います。10枚出てくるかな。これが10枚出てくるんだね。10枚出てきた。ダラララララ。はい、お買い得。解読。賞味期限っぽいのが2日3日前のばっかだから安くなってる。これが売ってるっていうのはやばい。かわいい。2個って。今日のご飯はこれは、これは醤油生姜炒め。チキンの醤油生姜炒め。イエーイ。いただきます。いただきます。うん、美味しい。うん、美味しいじゃん。うん、うまっ。いいじゃないですか。うん、うん、もう醤油買っちゃいました。うん。We have a high jump for women, we have javelin throw for men, we have 3000 meter steeplechase, we have 800 meters, we have 5000 meters. Tabiashi! I'm not going to do this. What is that? Ah, it's not. It's not. It's not.入れて、うん、ついた。あ、これいいの？これってこと？原始的。もっとカチャってんのかな。あ、カチッって言った。あ、うん、じゃあ穴開くんだ。原始的。すごいね、これ。面白い。ブダペストも3日目となりました。今日は中央市場、ブダペスト中央市場に行きたいと思います。もう4時20分でございまして、今日月曜日なので5時にあのマーケットが閉まっちゃうんですよ。なので急いで向かいたいと思います。なんかこの地下はね、アルディがあるんですよ。地下に、うん、広告があるアルディ。チョコがヌー、ヌー、なんかいろんなお土産屋さんとか美味しそう、なんかソーセージとか食べてた。おー、いっぱい。これはフードコートがあるらしい。うん、お土産って感じだね。うん、パプリカのあれかな、トマトがかかってる。This is enough. You want the small one or not the small one? Pretty good. 100 grams. Spices. じゃない？お、煙突ついてきた。ね。なんかおしゃれ。もう作り終わっちゃったの。じゃあ、ベイビー。本当だ。プリカ祭り。
わソーセージ美味しそう。うわソーセージ美味しそう。うわ何これやば。これはやばいでしょう。お腹するね。これは贅沢だな。うわ、えぐい。うわ。ソーセージ買って帰る？いや、いいわ。うわ、これは。うわ、え、パンピクルス食いたいな。これはすごい。全部こうやって、サンプル？サンプルだね。いや、本物だよね。本物じゃない。うん、何これ、うわ、面白い。わこれ横のもやばい。気になる。ウインナーをベーコンで巻いて、それをさらにチーズで巻いて焼いてるっぽい。わなんか全部めちゃくちゃうまそうなんだけど。これなんだろうね。ロールキャベツ。わ、美味しそう。食べた。めちゃくちゃ、あ、これナスだ。ご、ご飯かな、米が入ってるのか。美味しそう。全部うまそう。ちなみに、わからんねこれ。わからん。でも多分こっちの上の方にボックスとか4000フリントとか8000とかいってるやつもある。その辺だろう多分。違うから。あ、でかっ。マジ？ハロー。ハロー。でかっ。2000だから4000円ぐらい。でかっ。なんか全部うまそうに見えないこと言って。あ、本当だ、これだ。本当にオーストラリアで食べたちょっとほぼ一緒やん。うん、え、超可愛いんですよ。すごい可愛い。可愛いのもあるんで。え、キリンめっちゃ可愛くない？早く閉まる。地区は地下を見るとかその辺さんがあるみたいで、ハンガリーのお菓子。こっちはノーマルのやつで、すごいねチョコのコーティングは。うん、見た目チョコバットみたい。うん、美味しい。うん、美味しい。なんかちょっと爽やかな感じなの。爽やか。うん、うわ、美味しい。これなんか食べたことあるんだけど、何の味だろう。いや、絶対食べたことある。食べたことある。これ食べたことある。あるよね。これさ、チョコパイ的な感じだよね。あ、そうだ、チョコパイのにちょっと、もうちょっとなんかレモン感っていうの、うんうんうん、こういう柑橘系の爽やかさを足した感じ。そういうのなかったっけ、柑橘系のチョコパイ。あん、うん、これと全く同じ味を日本、俺知ってる。これすごい美味しい。好み。チョコパイ好きだもん。多分もともと冷蔵庫に置いてあるっていうのがすごい。うん、確かに、うん、気合入れてた。続いてマカダミアナッツ味。うまい、うん、はい、昼間の国会議事堂も相変わらず綺麗。いつ見ても綺麗。これいきなり現れたね。これなんか戴冠式っぽいね。ねえ、うん、濃いな。
旅足。今日はトマトツナパスタ。はーい。はーい。いただきます。うん。うまいやん。うん。うまいな。おいしい。うん、でっかいパスタと細いパスタがダブルで。あ。ああ絶対あると思った。わかるよね。で見て、パスタにパスタが入ってる。うん、そう。このパスタも宿に置いてあったやつですよ。ありがとう。これは前に持ってった人の恩恵を受けてるね。トボシトルタ。トボシトルタです。湘南デザートです。ハンガリーのデザートです。え、硬っ。びっくりした。うん。なんかちょっとしっかりしたあのスポンジケーキって感じ。うん。そんな美味しくはない。どうですか。うん、でも食われない。まあ美味しいけど、そんな美味しくないでしょ。感動する美味しさではないね。これがドボシトルタ、トルタでございました。頑張れー、ハーシュタ、ハーシュタ、頑張れー、イエーイ、シーボット。